アルウィンにお越しいただき、誠にありがとうございます。この際は、高橋の勝利の発表をお伝えにして、ピッチにお越しいただき、試合終了のお見事がなる、その時まで、精一杯戦い抜きましょう。それでは、山賀の勝利に乾杯。キリンで、2015、明治安田戦の J1 リーグセカンドステージ第3節、松本山賀 FC vs 鹿島アントラーズ。まずは鹿島アントラーズのスターティングメンバーを発表いたします。鹿島アントラーズスターティングメンバー、背番号1ゴールキーパー佐藤明宏、背番号22ディフェンダー西大吾、背番号14ディフェンダーファン・ソット、背番号3ディフェンダー庄司健、背番号16ディフェンダー山本修斗、背番号5ミッドフィルダー青木武、背番号40ミッドフィルダー小笠原光男、背番号25ミッドフィルダー遠藤康、背番号8ミッドフィルダー土井翔馬、背番号7ミッドフィルダー海野、背番号18フォワード赤崎周平。続いてリザーブの紹介です。背番号21ゴールキーパー曽我畑仁、背番号4ディフェンダー山村和也、背番号23ディフェンダー上田直道、背番号24ディフェンダー伊藤幸俊、背番号13ミッドフィルダー中村敦孝、背番号19フォワード豊川優太、背番号11フォワードガビ。Oh!
背番号の6岩沼俊介、はい、背番号9海だ、はい、続いてリザーブです。背番号25白井優斗、はい、背番号2大久保祐希、はい、背番号16笠尾浩志、はい、背番号17伊予龍太郎、はい、背番号20石原武義、はい、背番号22前田直樹、はい、背番号39阿部義郎、はい、監督は反町康晴、はい、そして背番号12は松本山田サポーターの皆様で本日まで熱いご声援よろしくお願いします。ワンソーレン、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 ワンソーレン。掴み取れ
総理を。山が掴み取れ。